ゴゴ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 、もうすぐ生まれる恐竜の卵、なんとで見て、もうすぐ生まれる、ちょっとまだね形できてない、うわーなんか怖いね、恐竜の卵ゲット降臨伝説、すげえ、このまだ完成しきってない感じ、もうすぐ完成して生まれますよっていう、この段階の、その段階の恐竜、色はね青、緑、黄色あって3色全部あったのでゲット購入してきました。どんな商品なのかというとね、中にねいるんだよね、なんか多分スライム、うわこっちみんな、こっちみんな、もうこっち見た、すげえ遅い、多分スライムだと思うんだけど、まだ出してないからどんな感じの商品かわかりませんが、とりあえず開けて見てみようか。スライムだよね多分ね、スライムの中に恐竜ちゃんがいるんでしょ、おそらく、いや絶対そうだよね、おそらくっていうか、これちょっと開けるか。それではでは、ショータイム、ズボショー、痛いよー、痛いよー、あマジ怖い、なんか緊張、ドバって出たりしないよね、ドバって出た、あっ、いた、待って、すげえ立ち、すげえ、あ何この感触、え、めっちゃ気持ちいい、気持ちいい、めっちゃ、あ、そうか、これからも出すのか。これ出しちゃっていい感じの、あれ、あ、そうか、これ、あれ、スライムじゃない、ごめん、間違えた。うわ、気持ち悪い。すげえ気持ち悪い。うまそう。気持ち悪い。あのね、これね、もう触った感じね、もう明らかにあれですわ。明らかにね、もう、うん、あれですわ。うわー、気持ち、あ、想像と違った。あの、スライムになってて、スライムの中に浮いてると思ってた。だから、これ取り出せるのかと思ってた、このフィギュア。もうウィーン。めっちゃ楽しい。え、待って、これすげえ気持ちいい。よかった、全身コンプしてきて。すげえ気持ちいいんだけど。うわぁ。かわいいし、しかも、なんか可愛くなってきた。見て、これ。明日みんなに見せてやろう、これ。これ、プツンって言ったら、プチャーンって出るね、多分ね。プツンって言ったら多分出るね。あ、じゃあ、ニューって出てくるのかな。前似たようなの割ったことあるんだけどね、プシューじゃなくてニュルーってゆっくり出てきたんだよね。しかも離すと出てこないっていうね。お、卵からはみ出した。次の色はね、ブルーですよ。ドビュッシー。うわぁ、もう開けるの怖くないよ。もうわーっていうかね、どういうものかわーっていうかね、全然思いっきりしたぞ、思いっきりしたぞ。最初ビビだからさ、最初ビビだからさ、怖かったよね。うわブルー綺麗。ブルー超綺麗じゃねえか。すげえブルー、こっち向いて、あ、こっち向いたブルー。この子オスだね。この子オスだね。かわいい。キュッと締まる。かわいい。気持ちいい。あ、しかもね。あ、待って。恐竜俺プラスチックだと思ってたけど違うわ。恐竜もなんかスポンジみたいな。スポンジっていうか柔らかい素材。ゴムみたいな感じの素材になってるこれ。かわいすぎる。あ、なんか浮いてる中に。そして、最後のカラー。パッケージの色になっているね。このグリーン。俺この色が一番楽しみだったんだよね。ちょっと蛍光色っぽくない？光ってるっぽくない？で、全然もう、いや、そうだわ、絶対そうだわ。なんかちょっと光ってるっぽいんだ、これ、ほら。ね、なんかもうなんだろう、試験管みたいなさ、そう、科学技術で、メトロイディ的な、メトロイディ的なさ、メトロイド的な感じの、あれを感じない、これ。うわぁ、もう日本語おかしくなってきた。これ、興奮すぎて。日本語おかしくなってきた。楽しい、この商品。やばいね。これもっと、いろんなバリエーション、メトロイド出してほしくない？これ、メトロイド。メトロイドバージョン出した中にさ、このメトロイドが泳いで、これ絶対バカでする。間違いない。間違いない。ね、これ、まあ、これでいいのよ。で、中にメトロイドのフィギュアが泳いでるっつね。奇跡見なくレベルマグ絶対売れるわ。バカ売れする。待っている、俺は。待っている。ザン。わ、すげえ。グリーン、いいね。わー、キュッとなる。かわいい。めっちゃかわいい。てか、めっちゃ気持ちいいんだけど、本当にこれ。このフィギュア自体がすげえ気持ちいい。恐竜の。あ、ポコリス。ポコリス。すげえな、これ。よく考えるなぁ。これは面白い、楽しい。このブルーンがね、ほんと気持ちいいから、みんなやってみて、これ。恐竜を、ムルって出すの、こうやって。恐竜を、ムルって出すの、こうやって。恐竜をね、ムルっと。つうかね、これね、みんないくらだと思う、これ。これの値段、お、シンキングタイム、シンキングタイム。チッ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 今日ね、100均行ってね、たくさん買ってきたんだけど、100均のさ、文房具見るのが好きで、たまにめっちゃいいの売ってんの。なんかコラボして、あ、そうだ、そうだ、そうだ、ちょっと待って。みんな、今がね、今がチャンス。なんと今、100均ね、手塚治虫先生のね、うわー、あっちょんぷり、ブラックジャックとか、鉄腕アトムとかね、手塚先生のキャラクターのコラボやってて、これも100均、全部同じ100均で買ってきたんだけど、なんとね、紹介しよう。今日俺が100均で買ってきた手塚治虫先生グッズをね、
うわ、これね、マジおすすめだぞ。今行けばあるから、もう今即100均行って、近場の100均行って買った方がいい。まずはね、ノートね。うわー、いいね、ピノコ。ピノコ、うわー。見つめが通る。たまらんね。まだ何も書いてないんだけどね。まあ当然のことだから買ったばっかなので。あとね、なんとね、手塚先生キャラクターその4色ボールペン2奇跡魅惑をレベルマックス。緑と赤と青と黒だよね。黒だよね。あれ？どこにいる？黒。黒。ん？赤？あ、待って。あ、そうだね。これが黒。普通のボールペンだと思う。ブラックジャッキーとかたくさんいるんだよね、キャラが。これもすごくお気に入りで買ってきた。で、これはね、まだ使い道考えてないんだけど、とりあえず買ったんだよね。うん、なんか袋。うん、ポーチみたいなやつで。で、筆バッキー。これはね、嬉しい。ペンケース。これたまらんくない？うわー、ドロロ。ドロロもいるぜ、おい。いや、これはたまらんわ。あと、ワトさんもいればね、三つ目いるんだけどさ、うん。三つ目が通るの、ワトさんがね。で、これもね、ちょっとまだ、俺こういうのあんま使わないから、でも買っちゃったんだけどさ、だって100均だからね、全部ね。全部100均だから買っちゃうよね。まあ、ちょっと考えておくわ。袋。何に使おうかな。水泳の道具とか入れるとか、水泳道具とか入れるとか、替えの T シャツ。まあ、とりあえずなんかね、買っとけば色々使い道できるかなと思って買ってきたんで、これはね、なんか使えそうな。でかいし、うん、肩掛けナップってやつ。あ、これナップって言うんだ。知らんかった。肩掛けナップ。ナップ？ショルダーバッグな、ショルダーバッグ。うわー、たまらんね。かなり大きいからね。これもなかなか、これマジで使えそうだからみんな買った方がいい。あとね、フォトアルバム。俺これとかにカードとかね、しおり集めるの、本のさ、しおりとか集めるの好きでさ、妖怪のしおりとか集めるのめっちゃ好きなの。それとかの、ファイルにしようと思ってゲットしたんだよね。で、2つあったから2つ全部買っちゃった。シール全種類コンプリート。まあ、あったやつは全部買ってきた。他にもあるのかな、これ。シール、めちゃめちゃ。うわぁ。ハロ。マジ、貼りまくろう、これ。嬉しくない？このラインナップ。しかも、このラインナップが激アツだよね。うわぁ、ドクターキリコ。わかってるわぁ。わかってる。ドクターキリコがいるんだよね、ドクターキリコ。たまらんね。これはたまらんへそ。まあ、とりあえず今ね、100均行ったらこう手塚先生のね、コラボの商品が、まあ、多分これで全種だと思う。あったやつは全部買ってきた。うん、そこにあった手塚先生コレクション全部買ってきたから多分これで全部だと思うんだけど、うん、これもすごくおすすめ。この袋はかなり使えると思う。これは買い物袋、エコバッグに、まあ、ちょっと小さいけど、エコバッグにしようかなと考えている。ということで、今回は恐竜メインだったんだけど、100均つながりということで、100均の、まあ、買ってきた商品紹介と、恐竜のね、卵、これ気持ちいいからみんなもぜひね、おすすめはね、3連コンボ。全色ゲットして、この3連コンボでプニルっていうね、うわぁ、めっちゃアトムってんな。めっちゃお前モレキュールじゃねえか、すげえな。やべえ、めっちゃ気持ちいい、この3連コンボ。3連コンボめちゃくちゃ気持ちいい。すげえ。これさ、3連コンボでさ、グニリスト。うわぁ、気持ちいい。なんとも言えないこの気持ちよさ、ぜひともね、味わってほしいと思います。じゃあ、また次回、次の100均グッズでお会いしましょう。100均すげえな。これ100円でゲットできるんだからね。いい時代になったもんだ。俺でもこれ500円でも買うかもしれん。メトロイドのやつだったらさ、俺3000円でも買うぜ。マジで。メトロイド欲しいね。メトロイド。で、レアバージョンはサムスっていうね。レアバージョンは水着姿のサムスが中で泳いでるっていうやつ、絶対バカ荒れすると思うな。ぜひ100均じゃなくてもいいので待っています。いつか発売されることを。てか取れなくなったんだけど。どうしよう。あ、取れるね。大丈夫。危ない危ない。